金務縁は、韓国、富山広域出身の元プロ野球選手、コーチ。中学校卒業後、テレビで見た、日本の高校野球に憧れ、山口県の私立早友高校へ、野球留学。第一経済大学に進学後は、プロ野球ドラフト会議の指名候補にも上ったが、肩を痛めたために指名を受けることはできなかった。その後、 四国、九州アイランドリーグの福岡レッドアーブラーズのトライアウトに合格し入団。2008年シーズン当初は故障のためで遅れたが、復帰後は抑えに定着。35試合に登板し17セーブ、防御率0.41という好成績を残した。福岡レッドアーブラーズでは監督の森山良治に、プロとしての姿勢を教えられ、福岡レッドアーブラーズには本当に感謝していると、 取材で述べている。10月30日のドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに6位で指名され入団。ホークスは異中の球団であった。韓国籍であるが、日本の高校、大学に通っていたので外国人枠から外されており、登録上は日本人選手扱いとなっている。2009年4月に日本人女性と結婚。右肩の炎症で公式戦には出遅れたが、 7月17日のロッテ戦の救援当番で一軍デビューを果たした。しかし、一軍公式戦への当番は、この1試合だけで2010年には当番機会がなかった。2011年には9試合に登板、防御率2.35を記録した。シーズン終了後の11月から12月下旬までは、チームメイトの柳田祐希、川原博之と共に、 プエルトリコのウィンターリーグへ派遣されている。2012年は公式戦の開幕を一軍で迎えると、主にビハインドの場面で中継ぎとして、自己最多の29試合に登板した。6月23日の対北海道日本ハムファイターズ戦では、3点ビハインドの8回表虫から登板。1イニングを3者連続三振で無失点に抑えると、8回裏に、 チームが逆転して勝利したため、1軍での初勝利を挙げた。2013年には5月9日の対、オリックスバファローズ戦線で1点リードの9回裏に、四万塁から当番、クローザーのブライアン・ファルケンボーグによる、川端隆重への頭部支給を受けての緊急登板だったが、自身の押し出し支給で同点に追いつかれると、山本は策に、生涯初のサヨナラ安打を許した。 同月15日の出場選手登録抹消後は約3ヶ月にわたって2軍で調整。9月5日の対日本ハム戦では1軍の先発投手不足を背景にし、軍発先発を果たした。この当番では金が2回裏まで投げた後に3回裏から系投策に入ることを予定していたという。しかし実際には初回に4点の援護を受けたにもかかわらず1回3分の 2を投げただけで6点を失って敗戦投手になった。一軍公式戦全体では、この試合での先発を除いて、中継ぎで22試合に登板している。2014年には、自身2年振りの開幕1軍入りを果たすと一軍、公式戦25試合に登板した。8月11日の対日本ハム戦での救援で、自身2年振りの勝利を挙げるなど、一勝にホールドを記録した。 一軍のパシフィックリーグ優勝で迎えたポストシーズンには阪神タイガースとの日本シリーズへの出場資格を得たものの登板の機会はなかった。2015年には3月上旬に右肘を痛めたが4月23日に香川オリーブガイナーズとの3軍戦で実戦に復帰した。しかし一軍公式戦への登板機会はなく10月4日に球団から戦力外通告を受けた。 11月12日から入団テストを兼ねて東北楽天ゴールデンイーグルスの周期キャンプに参加。同月15日の紅白戦終了後、一軍監督、なしがまさかから合格が発表された。12月7日、小ボスタ宮城敷地内のイーグルスドームにおいて、同じく周期キャンプでの入団テストで合格した栗原健太、河本良平、山内聡馬との合同で、 入団会見を行った。背番号はソフトバンク時代と同じ61。2016年は移籍した楽天でも一軍でわずか2試合の当番にとどまり、10月1日に球団より戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。2017年1月10日、同年よりベースボールチャレンジリーグに参入する。 栃木ゴールデンブレーブスのコーチに就任した。2シーズン務め、2019年1月17日に前、シーズンでの退任が発表された。2019年より、艦隊平洋大学公式野球部のコーチを務める。オーバースローから、最速時速147キロメートルのストレートと、カットボールナックルカーブフォークボールを投げる。ありがとうございます。